木田さん、明けましておめでとうございます。なかなかね、全員への返信動画が作れないんですけども、ガラガラポンですいませんけども、抽選の上、木田さんには返信動画を作るというふうに決まりましたんで、この動画を送らさせていただきます。木田さんとご縁があってですね、私も非常にいろいろと勉強になることがあったりとか、いろんな行動モチベーションが起きたりとかしてね、まあ本当にありがたいなと思っております。何よりも木田さんのね、丁寧なメールとか優しいこう心遣いが現れる文章にね、私も結構ね、心惹かれてる部分があります。本当にね、何もできなくて申し訳ないなんてこと全然ないですから、木田さんがこうやってご連絡くださるってことは、やっぱりね、私を信頼してくれてると思うんですよ。ですので、その信頼に応えるために私もさらにね、行動して勉強してっていう風な、なんか勇気をもらえてるような気がしますね。ということでね、今年もよろしくお願いしたいと思いますけども、昨年のことをちょっと振り返ってみると、例の持続化給付金のことね、本当に活用できてよかったかなと思います。そして今年からもまだまだね、苦しい状況っていうのはいろんな意味で続くんですけども、ただやっぱりね、停止と変化って言いますけども、私の場合はね、昨年をまとめてみると、停止した人と変化した人がいるんじゃないかなっていうところで、確かにね、多分木田さんっていうのは変化をした方じゃないかなと思うんですよ。停止というよりもね、それがやっぱり持続化給付金というところに現れてると思うんですよ。この持続化給付金という仕組み、気づいてない人が多い中で、気づいた人でもやらない人っているんですよ。でその人が状況良くなったかって言ったら良くなってないですよね。でもやっぱり持続化給付金によって損失の補填ができた人って、なんかちょっとこう勇気も出るし、救いも出るし、なんか新しいアクションを起こそうかなっていう風な気持ちにもなると思うんですよ。何よりも情報ってありがたいなっていう風に気がつくこともできたんじゃないかなと思うんですね。そういう意味では、木田さんは今まで使ったことがないようなね、多分使ったことないと思うんですよ、こういうふうな行政ごとの補助金みたいなのをね。でこれを使うことによって本当に入金があるんだっていう体験できたと思うんですよ。でそういった思いも込めながら、今年は新しい挑戦をね、まだまだやっていけるというふうに思ってるんじゃないかなと私ね、感じてるんですね。まあその上でまたね、私の方の情報発信もさせていただきますので、一緒にね、取り組むものとかあると思います。その時にはまたお力を貸していただきたいと思いますし、私も最大限恩返しをしていこうと思いますので、令和3年もよろしくお願いします。いろいろと話しましたけども、こうやってね、今年も木田さんとつながれているのは私の喜びです。ありがとうございました。では失礼します。